こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはグラフトアンサー。綺麗なスタートを切りました。バブルダイヤモンド前に行きそうです。グラフトアンサー、それに続いています。さらにはサイレントアップ、11番、グレートエンブレム、その後ろバブルスピン、後方から先頭に戻りましょう。先手を取ったのはグラフトアンサー、その外からノーブルダディ、その後ろにバブルダイヤモンド。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。それでは先頭からノーブルダディ、先手を取りました。その後ろにグラフトアンサー、さらにはバブルダイヤモンド、その外にサークルボールド、並んで11番、グレートエンブレム、内からはスリーペンダント、エアジハード、後ろからになりました。並んで8番、サイレントアップ、ソワリングソフトリー、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。先頭は依然としてノーブルダディ、グラフトアンサー、ほとんど差がありません。バブルダイヤモンド、3番手エアジハード、いい位置です。さあここからどうか。ここで先頭はシリック、エアジハード先頭、あと 200m、 エアジハード先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。エアジハード、2番手はソワリングソフトリー、エアジハード今ゴールイン、段違いの強さです。エアジハード1着、2着はソワリングソフトリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアジハード、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。マレック好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してマレック花に立ちます。その後ろからはゴールデンミサイル、この馬も上がっていく構えです。さらにはアーリーパイオニア、6番、ジャズサスピション、その後ろプライムディライト、後ろからになりそうです。では前の方からマレック先手を取りました。その隣にゴールデンミサイル、ジャズサスピション、すぐ後ろオレンジの帽子、ビクタークーリー、その後ろプレシャスシルビア、そのうちに続いています。その後ろにキャッスルライツ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。では前の方から見てみましょう。エルコンドルパサー先手を取りました。マレックそれに続きます。その外からゴールデンミサイル、青の帽子、ジャズサスピション、その後ろ 1000m を通過。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方から先手を取ったのはエルコンドルパサー、マレックすぐ後ろ。さあ先頭は依然として5番、エルコンドルパサー、マレックほとんど差がありません。ゴールデンミサイル3番手、さあエルコンドルパサー逃げ切れるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はエルコンドルパサー、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エルコンドルパサー先頭、あと 200m、 エルコンドルパサー先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はマレック、エルコンドルパサー今ゴールイン、段違いの強さです。エルコンドルパサー1着、2着はプライムディライト、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらオーストラリアのムーニーバレー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。勢いよく飛び出したのはジェイドバウンド、サイデンス鈴鹿。この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭に立ったのはサイデンス鈴鹿、2番手はエイティミステリー、さらにはジェイドバウンド、8番ファンタジーガバメント、その後ろ。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込みたいところ。そして大きく離れてジェイドバウンド、この位置です。この辺りで各馬第2コーナーから向こう上面に入りました。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。そして大きく離れてジェイドバウンド、この位置です。先頭から最後方まで大きく開きました。これは縦長の展開です。後ろからになりました。それでは先頭から、先頭はサイデンス鈴鹿、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。先頭は依然としてサイデンス鈴鹿、2番手はファッションイレブン、ジェイドバウンド、3番手さあサイデンス鈴鹿逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサイデンス鈴鹿、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。サイデンス鈴鹿先頭、差が広がる広がる、後続は大きく離れた。2番手はファンタジーガバメント、サイレンス鈴鹿独走、サイレンス鈴鹿ぶっちぎりです。サイレンス鈴鹿1着、2着はサファリセントラル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。サイレンス鈴鹿、まさしく日本が世界に誇れる馬です。さあいよいよ直線の攻防。さあ先頭に立ったのはノボトゥルー、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はパルアス、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。2番手はパルアス、ノボトゥルー1着、ノボトゥルー完勝、ノボトゥルー1着、2着はパルアス。これは桁外れの強さだ。ノボトゥルー第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はマイネルマックス、ノーブルスプリング、必死に追いすがります。進行スプレンダー追いすがります。マイネルマックス先頭だ。マイネルマックス1着、マイネルマックス1着、2着にはどうやら進行スプレンダー、見事に勝ちました。マイネルマックスディバインライト敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったスティンガー、スティンガー先頭、2番手はクリアオミス、懸命に追いすがります。あと 200m、 スティンガー先頭だ。後続との差はまだあります。このリードを守れるか。2番手はレッドチリペッパー、完璧です。圧倒的な強さを見せましたスティンガー。1着、2着はレッドチリペッパー、スティンガー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってフェームオペラ王、あと 200m フェームオペラ王、余力は十分。さらに引き離していく。2番手はセカンドストーム、フェームオペラ王1着、フェームオペラ王完勝、フェームオペラ王1着、2着はセカンドストーム、フェームオペラ王見事な勝利です。